エッジの試作品エッジは、アメリカ海兵隊が研究中の戦闘用ヘルメット。アメリカ陸軍が採用している後、アメリカ海軍及び海兵隊が採用している LWH を2011年末から代替している。エッジヘルメットのデザインは、材質の厚さが増しているものの、それ以外は、あと非常によく似ており、内装のクッションパッドや四点式や5紐、迷彩カバーなどは、 従来のものがそのまま使用できる。従来のヘルメットとの大きな違いは、素材に鋼鉄やケブラーではなく、超高分子量ポリエチレンを採用したことで、これにより、軽量化と防護能力の向上に成功している。従来のヘルメットでは、拳銃弾や砲弾、爆弾の破片に対して有効な反面、貫通力の高い小銃弾に対してはほぼ無力だったが、エッジは、 小銃弾を阻止することができる。単価は 600US ドルで、あの約2倍。計画では、陸軍が20万個、海兵隊が38,500個、海軍が6,700個の購入を予定している。ABCDE、エンハンスドコンバットヘルメット。2011年2月20日閲覧。AB、ニューヘルメットブロックスライフルショッツ。2011年2月20日閲覧。 ありがとうございます。